クリスティアン・リベラ・エルナンディスは、スペイン・アストリアス州、日本出身のプロサッカー選手。プリメーラ・ディビシオンのスポルティングで日本に所属している。ポジションは MF。カンテラ時代を、スポルティングで日本で過ごし、2013年にアトレティコ・マドリード入りがならなかったリベラは、同年9月に、同じアストリアス州に、本拠地を送レアるオビエドに入団。 翌2014年に B チームに昇格し、2015年5月にセグンダ・ディビシオン B のコルーショー FC 戦でプロデビュー。2015から16シーズンよりセグンダ・ディビシオン所属のトップチームに昇格。同年10月16日の AD アルコルコン戦でプロ初ゴールを決めた。2016年7月1日、SDA バルと3年契約を締結。しかし、 初のラリーガでのプレーに馴染めず、2017から18、シーズン半ばにして、放出候補に挙げられる。2018年1月10日、西軍ダディビシオン B 所属の FC、バルセラナ B に、2017から18、シーズン終了までのローン移籍に合意。2018年7月31日、2部に降格した UD ラスパルマスと4年契約を締結。 セグンダで3試合に出場した後、10月25日にルイジーニョが負傷したことによる戦力補強で SD ウエスカに2018から19シーズン終了までのローン遺跡で加入した。2019年9月2日、CD レガネスへ買取オプション付きの1シーズンのレンタル遺跡が発表された。2021年7月19日、 スポルティングで基本に4年契約で移籍した。ありがとうございます。